織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と灘も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし、防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神、新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり、我らの腕輪にあるのでしょうか。違う、とは言えぬな。だが、そもそも神がこの世界に私たちにとっても、あまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしですが、この力を使えば、また敵が増えるかもしれません。すまない。私が何も知らず。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため、懸命に動いてくださっている。むしろ、ねえ、早く行こうよ。ああ、待ってください。なため、相変わらず。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。継進校のもとへ急ぎましょう。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉通じるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言うな。グレンの炎、いざ参ろう。行きます。グレンの闘志を見せてやる。我ら風向き、腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着けアベア、兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つのに。控えよ、なで斬りぞ。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけてもらっていたからな。裏切ってでも私にはなすべきことが。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。一戦雨がしたしる。グレンの闘志を見せてやる。間に合ったようだな。救援者、この七共に楽しまる。烈火両戦だ。血がナチスでもなく負ける。グレンの闘志を見せてやる。
いはずなのに意外だ。悪くないね。グレンの闘志を見せてやる。俺が行くしかねえ。勝負だ。グレンの闘志を見せてやる。グレンの炎よ。闘争見事、この地の邪は払われる。ですが、まだ終わっていません。金勝と金継ぎが前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ヘルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、驚いています。雪村殿も人生で戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私、戦場でも普段も悲劇だから申し訳ないです。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。死のほどはある。ペルセウスは所詮半人。人の血は時に愚行に走らせるのだ。そんなのどうでもいい。私が奴に隙さえ見せなければ。いざ参る。果たしては勝負にならん。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。お前は我がコートさせてもらう。策の練り直しだ。お待ちなさい。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな。現実を教えてあげるよ。雨が滴る。あなたたちの顔忘れない。これでお二人の元へ向かえる。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を辱めるなんて、覚えておきなさい。見事にござる。この世界の人間の力は計りだ。思っている以上に強く、そして魅力的だな。策を使う余裕もないか。グレンの闘志を見せてやる。燃え上がれ烈火両戦だ。ここで救援とは。地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけろ。敵の増援かなら、まとめて撃滅せ。
子を見せてやる。リアルイネイ、どこかに気の緩みがあったか。行きます。抗う。抗う。行きます。グレンの手足を見せてやる。無駄なことと知るがいい。グレンの方よ。なんという大軍。覚悟を決める時か。平成不利か。の装置を見せてやる。だが、まだお前たちに倒れられては困る。私と中で食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。結構強いんだね。詳しい説明は後だ。我らに協力しろ。どこの村だろう。ダク、我が力、欲しくは仮装。グレンの闘志を見せてやる。ここは我ら3人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし、雪村殿、ここは逃げよう。あの力、私たちでは太刀打ちできない。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。グレンの闘志を見せてやる。グレンの炎よ。ハズロリアルゴ、トーン、いざ参る。やっぱりこっちへ来てまったか。しょうがないよ。残念だ。ここは当選。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。行こう雪村。救援の狩り、今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し、体を確保するのだ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ヘルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。私もそんな気がしてきたよ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。なぜギリザク。この世界の敵は手強い。我が右腕なるナレがいれば助かる。なぜ邪魔をする。人間がどうなろうと貴様らには関係あるまい。お前は人間を知らなすぎる。奴らをあまり侮らぬことだな。力負けするなんて。おお、その力で世に正しきをなさよ。
ざまゆ。お邪魔します。力を打ち取って、無縁の闘志を見せてやる。燃え上がれ烈火両戦道が。リアルリメイジェア光れよ。なで切りぞ。いざ参る。はっ、怪物を倒したのか。どうしようもないバカどもだな。こうなったら腹くくるしかねえ。三成、あの二人を止めるで。いざ参る。よく言った。だが、おのおのがもっとできよう。違うか。さあ、来やがれ。お前なんざ人ひねりだ。いざ参る。グレンの闘志を見せてやる。雨が下しる。グレンの闘志を見せてやる。はぜろ。いざ参る。お前はここで倒す。グレンの闘志を見せてやる。いざ参る。行きます。グレンの闘志を見せてやる。いざ参る。グレンの闘志を見せてやる。グレンの炎。いざ参る。グレンの闘志を見せてやる。なぜ私たちが戦わねばならないのです。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。天も読みせぬ。グレンの闘志を見せてやがれ。烈火両戦団。リアルグレンの闘志を見せてやる。光れよ。なで切りぞ。策の練り直しだ。行きます。これ以上付き合いきれん。グレンの闘志を見せてやる。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。なぜ神を抗う。人が神に勝てるとでも思っているのか。来た来た来た、清和さん、敵が来たぞ。大声出すなバカ。
イレオス様の命だ。ここは倒産。あと少しで逃げられるの。止めてください。どうあがこうと我らから逃れられはしない。なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐があり。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ。初夏追っ手がかからないうちに。いっ、結局城を謝ることはありませんよ、雪村。あなた方がいなき救援士、あの敵はアテナにアレス、そして腕輪。こちらも腕輪を使わねば勝つのは難しい。しかし腕輪を使えば敵がさらに増え、一体今は思い悩む時ではありませんよ、雪村。you